はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、世界最小級ブロックナノブロックの旅客機です。はい、ナノブロックの旅客機が出ましたね。うん、旅客機じゃなくて旅客機、言いにくいね。うん、言ってみて。旅客機。旅客機。早口言葉みたいだね。4回連続で言う。旅客機、旅客機よ。あ、よって言っちゃった。旅客機が出ておりましたので購入しました。はい。はい。旅客機。それでですね、もうね、作っておりますね。こちらがですね、こちらが旅客機でございます。ちょっと作った時の、動画ありますけど、見ますか？はい。はい、じゃあご覧ください。はい、ということでこちらがナノブロックの旅客機ですね。結構ね、思ったよりも大きかったですね。翼とか入れると結構なサイズになりますね。このですね、フラップっていうのかな、尾翼、この部分がちょっと動くようになっております。ただですね、このナノブロックはやっぱりね、すぐ壊れちゃいますんで、本当にですね、慎重に扱わないといけないですね。だって羽が超取りやすいね。そう、羽ね、横から刺さってるからね、簡単に取れてしまいますからね。後ろのここもここもここまで。そうだね、垂直尾翼なんかもちょっとね、取りやすい感じかな。これで作ってる時はですね、飛行モードで撮影しました。で、これはね、離着陸モードですね。だからこの車輪とかが全部出てるでしょ。はい、出てるので、こうやって置けますね、こんな感じで。いいよね、これね。で、飛行してる時はこの台につけてやりますね。これをこんな感じでつけます。ねえ、これ車輪も通ったらそれっぽくなるんじゃない？そう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 、飛んでる時はね。で、これ離陸直後の場合は車輪出てんじゃん。離陸直後を再現する場合はこれで OK だね。そういうことですよ。この辺りなんとなくね、電車っぽいんだよ。それで、ナノブロックの E7 系新幹線、これ見てみると似てるんだよね、確かに。ただ E7 系新幹線の方がすごく太いですね。はい、そんな感じでございます。この飛行機、引きで撮るとですね、なんとなく本物っぽく見えるんだよね。なので今日ですね、実は桜の山っていうですね、あ、今日じゃないんだけど、この動画が公開されてる日の前の日だけど、桜の山っていうですね、成田空港のお隣の公園に行ってきましたね。はい、そこでですね、ちょっとね、これを使って写真を撮ってきました。そうだね。はい、ちょっとご覧ください。はい、こんな感じです。これね、飛び立った感じ。どうですか？飛び立った感じ。結構いいじゃん。いいかな。まあいいけど、巨大飛行機が目の前でドガーってなってる。そうだね、ちょっと目の前すぎるかな。はい。続いてこちら、滑走路をこう。そうそう、走ってるところの飛行機ですね。これなんとなくそれっぽいよね。だけど全然走ってる。ちょっと感じはするけど、木の上に走ってるね。そうだね、ちょっと手も映っちゃってるしね。はい、最後こちら、着陸しようとしてる飛行機ですね。これなかなかいいんじゃない？これはいいけど、手がね、手や手すりが映ってる。そう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 、惜しかったかな。そこが残念。ここ本当にフォトショップとかで消しちゃえばいいんだけどさ。はぁ、でもそんなズルはしない、ダメだね。はい、はい、そんな感じでこのナノブロックの旅客機、なかなかね、遊べるんじゃないかと思うんですね。飛行機とかね、新幹線とかこうやって置いといても、なかなかそれっぽくていいんじゃないでしょうかね。最近そういえばナノゲージやってないからさ。そうだね。ナノゲージやった時のこのジオラマとしても使えるかもしれませんね。かなり遠くに置いといて飛行機飛ぶ寸前みたいなね。飛行場もね、あ、できればあったら。そうだね、飛行場っぽい感じに作れればいいかな。はい、はい、ということで今回は世界最小級ブロックナノブロックの旅客機でした。